ハンズちゃん面白かった。なんかじゃらすの母乳のエビ天どうでしょう、どうでしょうか。面白いですか。だとビクッてするんだね。んだね、君。
ずちゃん、ポンズちゃん、その隙間好きで乗っちゃったね。つるげるようになってきたね。はいはい、いいよ。なんだっけ。みんな日向ぼっこ行ってるよ。アンズちゃんはすっかり我が家の子だと思って生活を始めました。この慣れ方はその反面譲渡会に向いている子になったということです。もうここは私の家をって思った瞬間が譲渡会への道となります。ごめんなさい、アンズちゃん。ビデオと DVD を背にしているアンズちゃんです。せっかくなんかいい気持ちになってきたけど、これから譲渡会に向けてちょっと調整してですね、里親さんに迎えられるように頑張るか。ね、宿命なんですよ。仕方がない。だけどね。ね。うん、楽しいね、あの、危ない危ない。あの、じゃ気をつけて線があるよ。ねえ、あんでちゃん。あ、これね、下に下ろすよ。あんで下に下ろしとくとジャンクが詰めといちゃうんですよね。うん。はい、ただね、あんでちゃん。ブラッシングしようか。あれ、ブラッシングは嫌なの？やっぱりか。やっぱり嫌なの？すごいね、だんだん。はい。いっぱい壊してね。これすごいですね。すごいね。あ、トイレも。うんちもしたね。はい。コリンちゃん、ご飯ですよ。はい。お腹ついた、お腹ついた、お腹ついた。うん、猫だね、コリン。うん、猫ちゃん、猫ちゃん。よしよしよし。最近ちょっと首は撫でられましょう。食べられるけど、ご飯は食べられません。大丈夫、食べて。うん、そうね。はい、掃除しなきゃ。はい、はい、はい、こう。はい、ずっちゃうね。はい。うん。どうぞ。どうぞ。いいね、運ばれてきて。いいね。そして、ダラーっとしているジャン君です。